さんこんにちは、みんなです。今日はドーナツを買ってきました。ちょこっとだけ大量に買ってきましただよね、なんかいつもそうなっちゃおう。朝レナがさ一人で行ってきますって言って帰ってきたら袋パンパンにドーナツ詰めて帰ってきました今日は日本の美味しいドーナツを比べたりするような企画です。何を買ったかを皆さんに見せます。クリスピークリームドーナツ、これ美味しそうじゃない？めっちゃうまそうでしょ。やっぱ宝石みたいでしょ。ミスタードーナツはこんな感じで、これもなんか1個2個ぐらい買おうと思ったら 1,2,3,4,5,6 7個でした。はい、買いすぎです絶対に次の3日間ぐらいはずっとドーナツを食べることになるかもしれない。でコンビニも3つ買ってるからね。あのセブンイレブンでこの2つ売ってて、あとはこれがファミリーマート。たかが分かんないかもしれないけど、私はよくコンビニでドーナツを買って秘密で食べてるよ取りますよそうだから秘密だよ、たかに言わなくていいよ。だからトータル7、6、3、16個。あの普通の人は3つか4つなんよ16個買ってる怖い。早速食べましょうね。あの文句は言うよりすごい買ってる。早速食べましょう。美味しくいただきましょうか。はい、出しました。出したら16個のドーナツはこんな感じで。すごいね。じゃあ早速何食べますか。こんないっぱいあるから。グレーズド、一番一般的なこれ。シンプルなやつね。これとこれかな。ミスドとクリスピー両方あるね。そうそうそう。まずはミスタードーナツの。これ本当に美味しいよね。ザドーナツドーナツ。油で揚げたドーナツ。たまらん。じゃあ続いてはクリスピークリームのグレーズド。これ大ファンいっぱいいるよね。これも美味しい。全然違う。あ、さっきのミスドと？なんか何が違うか分かんないけど違う。ちょっと食レポ下手なんで何が違うけど分かんないけど違う。何の情報も入ってきてませんよこっちに。両方美味しいよという情報が一番大事でしょ。私クリスピークリームのやつを食べたことなかったと思う。これ本当に美味しい。次はこれを食べようと思ってます。オールドファッション。レナがチョコが大好きだからこれが本当に最高だよ。なんかオールドファッションはコンビニにも売ってる、なんかどこのコンビニでも売ってるっぽい。確かにこれ一番見るね、コンビニのさオールドファッションのドーナツ。セブンイレブンのやつはよく私は買います。こっち何どこ。これはファミリーマートだった。おファミリーマートを食べよう。でっか、でかくない。なんかさっきのさ一回りでかいんだけど。普通にでかいよ比べたら。サイズを。本当だ、コンビニのドーナツでかい色もなんか違うよね。明るい、明るいっていうか全然違う。美味しい、美味しいけどなんかそんな甘くない。だから大量に食べれる。あ、だから大きく作ってるかもしれないねいや、やっぱりなんかコンビニの128円でこういうドーナツが食べれるのがさすが日本でしょ。それで言うと今これ128円でしょ、うん、さっきのミスドのオールドファッションは知らん。それぐらいいっぱい全部買ったから一個一個の値段覚えてないですか。覚えてない。今あのミスドのレシートを見たらチョコオールドファッションが100も忘れた、はい、78円とか。そうです、始まってます。176円だった。176円だ。ミスドの方がちょっと高い。128円だよ。でこれはレナの大好きないつも食べてるセブンイレブンのセブンイレブンのオールドファッション。これが本当にこうずっしりしてそうな感じがする。そうそう、ちょっと油が乗っててチョコもめっちゃあるし。うん、これはこれだろ。コンビニのもう一個のこっちと比べると全然大きさ違うね。でもこれが勝ってるよ。セブンイレブン最高。これ全く一緒に見えない。ミスタードーナツとセブンイレブン、うん、全く一緒じゃんね。どっちかがパクってるなこれそうだよ。ミスドとセブンイレブン全然一緒に見える。セブンがパクったかもしれないけどセブンの方が美味しいよ皆さん。一番いいじゃん、コスパ良くて、うん、うまいって。そうそうそう。ちなみにねクリスピークリームドーナツにもオールドファッションっぽいやつあるよ。そう、でもアールグレーが乗ってる。全然違う。おしゃれな。だからそうだよね。クリスピークリームはどっちかというと、うん、おしゃれ。プレゼンテーションとかなんか本当に綺麗だねみたいな。全然甘さがない。え、あ、アールグレーだからだね。すっごいなんか大人のドーナツって感じ。レナが子供だからもうちょっと甘い。全然甘くないんだ。全然甘くない。アールグレーは感じる。あ、ごめんごめん、聞く人間違えた。バカ舌だったわごめんごめんごめん。ちょっとで、いやいや、なんかを言う前には食べてください。はい、うん、
行って。うまい。いや美味しいよ。ほのかにアールグレイを感じる。そうだよ。これを紅茶を飲みながら食べるのがいいかもしれないね。続いてこれを食べてみたいなと思って。これチョコ。見て、チョコグレーズドに普通のグレーズもついてるから、これ絶対に甘いんじゃない？あ、じゃあ一番最初に食べたオリジナルグレーズドにチョコがまぶしてる。そう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 。ダブルパンチじゃん。ダブルパンチの甘さがあると思うよ、これ。眉毛すごいことになってるけど大丈夫？いやこれがめっちゃ美味しいよ。これが今日の動画の中で一番美味しいかもしれない。マジで？これがすごいレナ派のドーナツだよ。中どうなってんの？ん？ふわふわ。普通のふわふわのドーナツか。ふわのドーナツめっちゃ美味しいよ。ミスドもこれ同じやつあるよ。同じと言ってもチョコがグレーズはあるけど下にグレーズがないよ。普通の生地。こっち系のドーナツはドイツにもなんかよくあったりするよ。じゃあ食べてみますね。うん、なんか美味しいけどさっきのやつと比べるとそんなに甘くない。多分そのシュガーグレーズがないから。クリスピークリームの方が甘い。の方が甘い。そう思うとあれだね、さっき途中で食べてたさアールグレイのオールドファッションはさ甘さ控えてたじゃん。そうだね。でもこっちのオリジナルグレーズのチョコはバンバンに甘いんだね。なんでだろうね。なんかミスタードーナツはどっちかというと日本のドーナツでしょ。うん。クリスピークリームのイメージはもうちょっとなんか海外っぽいドーナツでしょ。大体の海外のドーナツがめちゃめちゃ甘いイメージでしょ。そう、アメリカのドーナツとかさもう食べれない。甘い爆弾みたいなイメージあるよね。本当に食べれないぐらい。ドイツのイメージもあるよ。甘い爆弾のでかいイメージ。ああ、そう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 。いや、で、Yes but no。あ、そうだ。こだわりあるみたいです。皆さん聞いてください。アメリカは本当にもうでかくて甘くて安い。このイメージあるわ。ドイツはどっちかというと大きさはそこまで大事じゃないけど甘さが多分あると思うよ。で、日本はそのサイズは全く関係なくこう小さくても綺麗なもので甘さ控えたものがなんかザ・日本のドーナツのイメージなんだけど合ってるかな。確かになんか見た目は全然違うかもね、アメリカと日本で。あ、そうそうそう。このチョコがついてるやつに関しては、うん、クリスピークリームが断然に美味しい。ちなみに値段は違うのかな。値段はクリスピークリームドーナツは230円です。お、ちなみにミスドは176円だからね。あー、だクリスピーのがちょっと高い。値段の差が出たか。なんかそんなに甘くない人は多分これの方が好きだと思うよ。まあレナはね甘いもの大好きおばさんだからね。そうだよ。これめっちゃうまそうなやつ見つけた。これね、これさっきのオリジナルグレーズドに似てるけど全く違うよ。これがめっちゃうまそう。ブルーレイグレーズドのレモンバター。あ、そうなん。それはいいや、動画で撮らなくていいから俺食べるわ後で。レナに食べられたら俺食べない。それ私も食べに買ったよ。大丈夫大丈夫、こう置いといて。さっきの裏話ちょっと皆さんに共有しますけど、私は電車に座ったらタカが電話して、うんうん、あの動画のためじゃなくてもいいから美味しそうなものがあれば買ってねって言った。それがこれですよ。僕が言った動画のためじゃなくて俺が個人で食べたいから買ってきてねと言った。なのでそれは私は食べたいから買った。2個買ってこないと。なんで1個しか買ってきてないの。仲良くシェアしようかなと思って。仲良くシェアできないよいつも。だからこれはあなたいつも全部食べますよね。これがタカのために買った。大丈夫大丈夫、こっちが食べたでしょうね。ポンデリング行こう、ポンデリング。OK。 じゃあ似てるけど全然違う、うん、これもなんか ブルーレイって書いてあったよ。これ何、これうまそう。芋。これどこ、ミスドのシーズナル的な。あ、ミスドの期間限定ドーナツね。見てこれ後ろこんな感じ。ポンデリングになってるやん。カチカチなのかなこの反応。聞こえるかな。カチカチだ。本当にカチカチだよ。やば、歯折れるかもしれない、気をつけて。てかこれさ200円切ってる。198円で。うん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 、うわサクっていった。サクっていった。芋だね。あ、芋だよ。なんか本当に芋を食べてるみたいな感じだよ生地が。あ、そうなの。あ、じゃあもう練り込んでんのかなちゃんと。うん、めっちゃ芋。めっちゃ芋。めっちゃ芋。うん、めっちゃ芋じゃない。スイートポテト。うん、スイートポテトだね。すごいしょうもない、何も面白くない。ちょっと俺はさ甘いって意味でスイートって言ったのにさ、レナがポテトだよって続けたからさ、クソつまらん番組になってしまいました。皆さんすいません。私はうまこれ。しかも食感がカリッてしてて、味だけじゃなくて食感でもうまい。ポンデリングのもちもち感がある。これいいや、ちょっと置いといて、俺後で食べたいから。クリスピークリームでこういう芋のものが売ってたよ、うん、全然違うけど。今9月末芋のシーズン。そうで、ここはあの芋のクリームとバター。バターの塊入ってんの。バターの塊。大丈夫。バター。バ
ターの塊バターってさ油の塊だよね。 100% 油よくないよね。よくないよ。340円。340円、今日のドーナツの中で一番高いぞ。バターをバターの塊です。まあでもめっちゃ美味しいよ。まあ油感じはあるけど、バターの下にあれかスイートポテトのクリームみたいなのがついてたね、うんうん、あ上のパウダーシュガー本当にドイツって感じ。うーん、いやこれめっちゃ美味しいよ。でも340円の価値があるかわかんない。確かにちょっと高いね。ちょっと高く感じる。確かにミスタードーナツ176円だから2個食べれるもんね。これの方が勝つかもしれないでもどっちも本当に美味しいけど、ちょっとこれ高いな。あら、どうしたんですか社長さん。さすがにさすがに休憩さすがにさすがにドーナツ食べすぎてさすがにさすがにドーナツ食べすぎてもう今ほぼ5個。1、2、3、4、残り5個しかないからね。さすがにさすがにもうお腹いっぱいだもんねだからさ、これはさ、ちょっとさ、取っといた方がいいね。 No? 俺の作戦勝ちだね、これ。 No? 他のドーナツいっぱい食べさせて No? めちゃめちゃ頑張って、それ以外の4つも食べて、あれを食べるため。あ、じゃあいいよ、4つ食べきってくれたら、これ食べさせてあげます続いて、私の大好きなポンドリング、ポンデリング。私は、発音が未だに分かってないんですけど。ポンデリングだよ。海外だとポンドリングっていうのじゃあこれ日本のドーナツでしょ。ポンデリング海外にいないと思う。海外にないのこれ。海外にないよ。もちもちだもんね、ポンデリングね。これは最高、うん、あ、ちなみにそう思うとさ、クリスピークリームドーナツにはポンデリングないんだ。なかった？ない。あ、やっぱりアメリカの会社なのかな。だからポンデリングは作ってないのかな。そうじゃない。アメリカの意地を見ますね。それか海外は作り方が分かんないとか。これも安いよ、138円しかしないよ。コンビニって多分安いで、138円でしょ。さっきのミスドのポンデリングは165円だから、うん、ちょっと高い。でもクオリティ全然、両方めっちゃ美味しいよ。本当にモチモチしてる。グレーズもちゃんとついててめっちゃ美味しいよ。これ砂糖のね、コーティングっていうかね。コーティング？砂糖コーティングだね。コーティングは車じゃない？うん、車のコーティングと一緒。だから俺がさ、車大好きでコーティング好きな、レナがポンデリングのコーティング好きなのと一緒だね。タカが車が好きだから、言葉がコーティングを使ってるけど。うん、なんて言えばいいの？ドーナツでグレーズと言うから。グレーズドって言えばいいの？車をグレーズド。あ、じゃあ、今度新車買う時に、ディーラーさんに車、納車前にグレーズドしといてって言えばいい。大丈夫。だからドーナツでコーティング、コーティング言っちゃダメだよ。でもさ、コーティングだよねこれね。グレーズドだよ。めっちゃうまそうなコーティングしてるもんね。グレーズドっていうの日本人知らないかも。皆さん覚えましょうね、グレーズド。コーティングじゃない。これがブラックサンダー。見て、ハロウィンって書いてある。そうそうそう、見て、すっごい美味しそうでしょ。で、私はブラックサンダー大好き。確かにブラックサンダーマニアだもんね。そう、ご当地のブラックサンダーとかよく買ってくるもんね。ブラックサンダーは豊橋でしたっけ。豊橋で作ってるでしょ。だから工場があるからね。プライドがある。あとは個人的にコンビニのスイーツの中でブラックサンダーが一番好きです。あ、そうだよ。そうだよ。だからこれ買うしかなかったよ。じゃあいただきます。うん、甘っ。でしょうね、ブラックサンダーって甘いからね。いや、見て見て見て、秘密のレイヤーが出てきたよ。チョコレイヤーがあるよ、うん、やばいじゃん。ドーナツとグレーズドの間にチョコクリームがあったよ。爆弾級のカロリーじゃん、うん。グッドグッド。残りは最後の最後の最後の喧嘩になってた、はい、はい、これ俺のやろと。のこれもう仲良く食べますよ。今日さ、最初何個だった、はい、16個。6個、yes。 それが空っぽになりました。今2人で食べてきてるんで、2人とももうお腹いっぱいでございます。もうだいぶお腹いっぱいなんだけど、だからもうちょっとそれさ、明日食べよ。の悪くなる。少なくとも一口は食べたい。あ、そうな、yes。これがブルーレイのレモンバターです。ちなみに今値段確認したら290円でした。高っ300円のドーナツ高っ。価値あるのかな。いや絶対あるでしょ、絶対うまいでしょこれもう喧嘩になってる。美味しくなかったらどうするの。いやもうクリスピークリーム訴えるよOK、 いただきます。うん、うん、うん、美味しいよ。うまいですか。見て、レモン入ってるよ。中に入ってる。そう、外はめっちゃパリパリ。
ちょっと早く置いてもらっていいですか。どうだ、タカは絶対にこれ好きじゃないから。絶対好きでしょ。食べてあげる。大丈夫大丈夫。タカは喧嘩になりますよ、動画終わった後に。うまっ。でしょ。うまいじゃないですか。タカは絶対にこれ好きじゃないから。絶対好きでしょ。食べてあげる。でしょ。これマジで10個ぐらい欲しいわ。10個？優勝かもしれない今日。これは今日の優勝だよ。てかもうさ、これ完璧じゃない？食感完璧でしょ。 Yes。 味もさ、甘いだけじゃなくてさ、酸味もあるじゃん。そう、だから夏にぴったりのドーナツです。バランス最強なんだけど。でも値段がいくらだった？290円だもんね。1個しか買えないよ。だから、まあ、うまくて当たり前かもしれないね。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。こういう企画2人で食べました。もっとやりたいです。トータル16個のドーナツを半分ずつで8個、まあレナの方が多分ちょっと多めに食べてるから。バカが多めに食べてるよ絶対に。なんか喧嘩し始めましたかここで。でもやっぱきついね、ドーナツ10個近く食べると。もう俺今日1日5件は。まとめるとクリスピークリームは特にチョコグレーズとかが美味しかったし、なんかちょっと高めの綺麗なドーナツを値段に相応な見た目をしてる。それがクリスピークリームのいいところだね、うん、ミスタードーナツはもちろん定番のミスタードーナツだから。私はミスタードーナツで一番好きなのがオールドファッションとか、期間限定のものがいつもなんかいろいろあって、それ全部美味しいのがミスタードーナツでも、一番コスパがいいのがコンビニだ、うんうん、それはそう。あのうまさで、そう、あの値段は、そう、コンビニしかできない。タカは一番好きだったやつはどれだった？俺は一番最後に食べたクリスピークリームのレモンブルーレイやつ、なんとかなんとか。イエス、それ美味しかったね。マジでうまい。社長さんはどれでも美味しい。じゃあ全員優勝でよろしいですか？もう全部優勝だよ。はい、全員優勝です。今日負けたやつはない。日本のドーナツ美味しいです。私は決めれないけど、皆さんはクリスピークリームかミスタードーナツがどれが好きですか？なんかこっちの方が好きだよとか、ここの方がよく行きますよみたいなのがありましたらコメントで教えてくださいね。それと今日本当に16個の全部のドーナツの中で一番美味しそうだったドーナツ教えてください。めちゃくちゃ食べましたからね。めちゃめちゃもう もう頭悪くなるぐらい食べたよね。パンクしたよ。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。